皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ちょっと何よ、この美味しそうな写真は、ハンバーグにステーキですって？黄金コンビじゃないの。ああ、お腹が空いてきたわ。食べたいか？食べたいに決まってるわ。絶対にハズレがないメニューだもの。霊夢はこのお肉にされた動物のことをかわいそうだとは思わないのか？何よ、急にそんなことを言い出して。食物連鎖は自然界の摂理じゃないの。まあな。だが、殺される動物のことを思って、大正から昭和の時代に菜食主義の食生活を15年以上も送った人がいるんだぜ。え、そんな昔に？誰なのよ？それは宮沢賢治だぜ。宮沢賢治は農林学校の学生だった頃に、解体される動物の悲鳴を聞いてから、生き物を食べることをやめたと言われているんだ。宮沢賢治って、あの注文の多い料理店の著者の？そうだぜ。宮沢賢治は今で言う、ヴィーガンに近かったんだ。ヴィーガンって何なの？ヴィーガンとは完全菜食主義者のことだぜ。一般的なベジタリアンが肉や魚を食べないのに対し、ヴィーガンはそれに加えて卵や乳製品などの動物性食品も一切食べないという食生活のことを言うんだ。そうなのね。現代ならまだしも、大正から昭和の時代にそんな食生活をしていたとは驚きだわ。そうだな。それじゃあ、今回は独特な世界観がある作風で知られ、今も多くのファンを持つ童話作家、宮沢賢治について紹介していくぜ。ワクワク。宮沢賢治は明治時代に生まれ、大正、昭和と生きた童話作家であり詩人。その生涯は37年と非常に短いものだったが、たくさんの美しい作品を残している人なんだぜ。宮沢賢治の作品といえば銀河鉄道の夜も有名よね。そうだな。賢治の作品は国語の教科書にも載っていることがあるから、朗読で読んだ人も多いと思う。でも、賢治の作品ってなんだか難しいっていうイメージがあるわ。どうしてだろう？確かにな。賢治の作品は独自の思想を織り交ぜているため、難しいと感じてしまう人もいるだろう。賢治の作品には豊かな自然の描写とともに、人はどういうものか、ということも表現されている点が特徴的なんだ。童話というジャンルでありながら、難しいと感じてしまうのはそのためなんだ。なるほどね。また、賢治はオノマトペの達人とも言われているんだ。オノマトペとは自然界の音や動き、状態などを音で象徴的に表す言葉のことだぜ。賢治の作品には、普通ではなかなか思いつかないような擬音がたくさん出てくる。そのため、独特の雰囲気のある作品になっているんだ。なるほど。それじゃあきっと生前も人気作家だったんでしょうね。いや、それが残念ながら賢治は生前はほぼ無名のまま生涯を終えたんだ。え、そうなの？実は賢治の死後に、草野心平などの尽力によって、賢治の作品は広く知られるようになったんだ。これは賢治が生前、あまり人に知られる機会を得られなかったこと。また、独特な雰囲気のある作風が当時は理解されず、評価されなかったことが理由と考えられている。そして賢治は童話作家や詩人という他に、熱心な仏教信者であり、また農林学校の先生を務めるなど自然をこよなく愛した人でもあった。そうだったのね。宮沢賢治についてもっと知りたくなってきたわ。詳しく解説するぜ。それじゃあ、今回は没後に作品が広く知られ、日本を代表する童話作家となった宮沢賢治について解説していく。ぜひ最後まで見ていってくれよな。わーい、楽しみ。それじゃあ、本編スタートだぜ。宮沢賢治は1896年8月27日、岩手県冷抜郡里川口村川口町、現在の花巻市に、父政次郎、母市の長男として生まれる。実家は質屋と古着商を兼ねた商売をしており、賢治には3人の妹と1人の弟がいた。特に年が近かった妹の年とは、仲が良かったと言われているぜ。実家はお店をしていたのね。そうだぜ。当時としては比較的裕福な家だったんだ。また、賢治の家は仏教の信仰が厚かったため、賢治は幼い頃から経文に親しんで過ごしたんだぜ。そして1903年、賢治は7歳の時に町立花巻川口尋常小学校へ入学する。この小学校で後の賢治に大きな影響を与える人物に出会う。一体誰かしら？それは賢治が3年生の時に担任であった八木栄三先生だぜ。八木は生徒に、海に潮のあるわけや、家なき子などの童話や民話の読み聞かせをしていたんだ。面白そうね。後に賢治は八木と再会した際、私の童話の思想の根幹は、尋常化の3年と4年頃にできたものです、と語っているぜ。よっぽど素敵な先生だったのね。そうだな。そして1906年、
ケンジが小学校4年生となった10歳頃から、鉱物、植物、昆虫採集などに興味を示し、標本作りに熱中するようになっていく。そんなケンジを、家族は石っ子ケンさんとあだ名で呼んでいたそうだ。なんだか可愛いわね。微笑ましいわ。そして1909年、ケンジが12歳の時に花城尋常高等小学校を卒業する。ケンジの小学校での成績はとても優秀で、6年間全科目の成績はすべて高、つまり今でいうオール A だったんだ。全科目がまんべんなくできるとはすごいわね。そうだな。そして同年4月には県立盛岡中学校、現在の盛岡第一高等学校に入学する。ただ、実はケンジの祖父、キスケは、承認に学問は不要という考えだったため、父の正次郎が祖父を説得して、ケンジを進学させたという背景があるんだ。お父さんがいてくれてよかったわね。本当にな。だが、ケンジは実家の家業を嫌っており、自分が家を継ぐことを悲観していた。そのため、ケンジは将来に希望を持てず成績は落ち込んでゆき、より鉱物採集に熱中していくことになる。そして中学3年生となったケンジは、15歳頃から石川啄木の影響を受け、短歌の創作を始める。中学生の頃から、もう短歌を作っていたなんてすごいわね。そうだな。そして1914年3月、ケンジは17歳で盛岡中学校を卒業する。しかし、卒業してすぐの同年4月に飛行性鼻炎を発症し、岩手病院に入院するんだ。手術後も発疹チフスの疑いがある発熱があり、再入院してしまうんだぜ。あら、卒業したばかりなのにかわいそうね。ただ、この入院中にケンジは片思いの恋をする。え、そうなの？まさか看護師さんと？そうだぜ。ケンジは入院中にお世話になった看護師に思いを寄せていたんだ。5月末に退院した後、両親に結婚したいと伝えるが、若すぎるという理由で、反対されてしまうんだぜ。そりゃあそうなるわよね。その後、ケンジは退院後、実家の店番をしたりして、うつうつとした日々を過ごしていた。それを見かねた父政次郎は、ケンジの盛岡高等農林学校への進学を認める。その後、ケンジは今までの生活とは打って変わって、受験勉強に励んだんだぜ。お父さんはケンジのことがよくわかっているわね。いいお父さんね。そうだな。また、この頃ケンジは島時代堂が訳した漢和大賞、妙法蓮華経を読み、感銘を受けたとされている。ん？なんなの？その難しそうな書物は、これは大乗仏教の経典の一つなんだ。法華経とは誰もが平等に成仏できるという仏教思想が説かれているもので、ケンジはこの法華経の教えに惹かれていったんだ。なるほどね。そしてケンジは家業を手伝いながら受験勉強をし、1915年、ケンジが19歳の時に盛岡高等農林学校の農学科に首席で入学する。農林学校では寄宿舎自営寮に入り、土日は登山や鉱物標本採集をして過ごしたんだ。首席とは素晴らしいわ。勉強頑張ったのね。それと、ケンジは鉱物の他に登山も好きだったのね。ケンジがまだ中学2年生だった時、教師に引率されて岩手山に初めて登ったんだ。その時からケンジは山に魅せられ、たびたび登山をするようになったんだ。そうだったのね。本当に自然が好きだったのね。そうだな。ケンジは農林学校では土壌学者の関豊太郎から指導を受け、盛岡地方の地質調査などを行ったりしたんだ。この関と出会ってから、ケンジは中学時代とは別人のように勉強に夢中になっていく。きっとその先生との相性も良かったのね。そうだろうな。農林学校でのケンジの成績は優秀で、1916年、20歳の時には特待生に選ばれ、授業免除となった。素晴らしいわね。そして、ケンジは1917年3月に農林学校の友人たちと共に、同人誌アザリアを創刊。ケンジはこの雑誌に短歌見冬のヒノキや、短編旅人の話などを発表した。農林学校なのに、同人誌なんて作っていたの？ケンジが通っていた農林学校は、当時日本に2校しかない官立高等農林学校の一つだった。そのため全国からエリートが集まっており、文学好きの青年たちも少数ながら集まっていたぜ。そうだったのね。そんなにすごい学校だったとは。ケンジは同級生の小菅健吉、後輩で親友の保坂かない、そしてかないの同級生である川本義行らと共に、アザリアの創作に励んだんだ。創作活動は1年間のみだったが、その間に計6部、発行されたんだぜ。趣味が合う仲間っていいわよね。そうだな。そして1918年3月、ケンジは21歳で盛岡農林学校を卒業。卒業後は研究生として4月から同学校に残ることになったぜ。研究生、ケンジはもっと農業のことを勉強したかったのかしら？これは実はケンジの希望ではなかった。父政次郎は農林学校に残り、研究生となるように進めていたらしいが、
賢治は学校で勉強していた土壌調査は生活の役に立たないと感じており、他の進路に進みたいと考えていたようなんだ。そうなのね。しかし、最終的に賢治の指導者である関先生に説得され、研究生として残ることにしたんだ。この関は賢治にとっては恩師と呼べるような存在で、最終的には賢治を助教授まで推薦してくれた人なんだ。関先生は賢治に何か光るものを感じ取っていたんでしょうね。そうかもな。また、この頃から賢治は菜食主義者としての食生活を送るようになる。冒頭でも紹介したように、学校の実験のために解体される動物の悲鳴を聞き、かわいそうに思ったことがきっかけと言われているぜ。確かに農林学校ではたくさんの動物と関わるでしょうからね。なんとなく気持ちはわかるわ。そして同年12月には上京していた賢治の妹の歳が体調を崩し、入院したと知らせを受け、母親と共に上京するんだ。あら、歳は賢治と一番仲が良かった妹さんよね。どうしたのかしら。歳は初めはチフスの疑いで入院していたが、最終的には肺炎と診断される。賢治が上京した翌年1月には歳の体調も落ち着いてきたため、賢治は3月に歳と共に花巻に帰郷する。回復してよかったわね。そうだな。また、賢治は東京に滞在中、自分の将来についていろいろと考えていた。様々な考えを巡らす中で、父政次郎に東京に移住し、家業の古着屋の代わりに人造宝石の製造販売をしてはどうか、と提案したぜ。しかし、政次郎からは現実的ではないとして反対されてしまう。なんとか家業を変えたかったのね。そうだろうな。そして実家に帰ってからの賢治は、仕方なく家業を手伝いながら生活をしていた。ただ、賢治が東京で仕入れてきた便利瓦が実家ではよく売れ、そのお金で賢治はレコードや浮世絵を買ったそうだ。便利瓦って何なの？便利瓦とは、布にアスファルトのようなものを塗り、トタン板の代用品として使用したものだぜ。当時はそんなものがあったのね。あと、賢治はレコードや浮世絵にも興味があったのね。そうだぜ。賢治は暇を見つけてはレコードを買いに行くほど、大の音楽好きだった。賢治がよくレコードを買うので、行きつけの楽器店は地方のお店なのにレコードがよく売れるとして、イギリスのレコード会社から感謝状を送られたこともあったそうだ。そのお店は賢治様様ね。そうだな。特に賢治はクラシックのレコードの収集に夢中で、地元花巻市の農民たちと楽団を結成することを夢見て、チェロの練習もしていたという。その体験から生まれたのが、名作ゼロ式の号手だぜ。また、銀河鉄道の夜に出てくるカムパネルラの名前も、リストのピアノ曲ラカンパネラのイメージから付けたと言われている。楽器まで演奏できるなんて、多彩な人ね。だな。あと、賢治は浮世絵の中でも春画のコレクターだったんだ。念のために補足しておくと、春画とは江戸時代に流行した性風俗を描いた絵画のことだぜ。そうなのね。それにしても自然、音楽、絵画と本当に趣味が幅広いわ。きっといろんなものから作品のインスピレーションを受けていたんでしょうね。そうかもな。また、賢治は上京中、東京の学校に通っていた中学時代の同窓生から、萩原朔太郎の詩集月に吠えるを借りる。少しずつ童話を作り始めていた賢治は、これを読んで感銘を受けるぜ。賢治が書いた詩、春と修羅は、この詩集からも発想を得たとされている。上京中はいろいろなことがあったのね。そうだな。そして1920年5月、賢治は23歳で盛岡高等農林学校研究生を修了する。この際、先ほど述べたように関先生が助教授へ推薦する話が出たが、賢治はもう働くつもりでいたのでこれを辞退する。そして賢治は短編猫、ラジウムの狩り、女を執筆していく。どんどん創作活動が始まっていくわね。これで家も手伝ってもらえるし、お父さんは嬉しかったんじゃない？それが残念ながら父親との仲が悪くなる出来事が起こる。そうなの？賢治は1920年11月、24歳の時に国中会という団体に入会する。国中会とは日蓮宗僧侶、田中智学によって創設された、法華宗系の在家仏教団体のことを指す。少し仏教用語の解説になってしまうが、在家とは仏教において、出家せず、普段の生活をしながら仏道に帰依する人たちのことを言うんだぜ。なんだか急に宗教の話になって難しいわね。それと、なんだか少し怖くなってきたわ。でも、もう少し詳しく教えてくれる？わかったぜ。これも賢治が歳の看病のために上京していた時の話だが、賢治は日蓮宗の僧侶、田中智学による法華経の講演を聞き、衝撃を受け、法華経の信仰に入っていった。法華経、確か賢治は農林学校への受験の頃に、法華経の経典を読んでいたわよね。鋭いな。賢治はその頃から、徐々に日蓮宗に傾倒していったと言われている。ただ、
賢治の父政次郎が信じていたのは浄土真宗で、日蓮宗とは考え方が根本から違っていた。どんな風に違うの？簡単に説明すると、日蓮宗法華経は、自分で正しい道を歩み仏になるという教えだが、浄土真宗は罪深い人間も阿弥陀如来が必ず救う、という考えなんだ。なるほど、確かに全然違うわね。日蓮宗は日蓮聖人を開祖とし、その日蓮聖人が正しい仏の教えとして支持していたのが法華経なんだ。そして、この日蓮聖人が最も否定的に批判したのが、賢治の父政次郎が信仰している、浄土真宗というわけなんだぜ。なるほど。つまり、対立している宗派に賢治は入ってしまったというわけね。そうだぜ。そのため、賢治は父政次郎を説得し、法華経へ改宗させようとして、父との仲が悪くなっていったんだ。そうだったの。なんだかお互い熱心な仏教徒なのに、宗派が違って関係が悪くなるのは悲しいわね。本当にな。そして1921年1月、賢治は24歳の時に東京行きの電車に乗り、家出をしてしまう。あら、家にいるのが我慢できなくなったのかな。賢治はウグイス谷の国中会館を訪ね、雑用でも何でもするから滞在させてほしい、と頼み込んだが断られ、父の知人の家に身を寄せたぜ。その後、印刷所で働き、構成や法華経の布教活動を街頭で行うなどして過ごした。なんとか生活はできていたのね。ああ。ただ、食事はジャガイモと豆腐と油揚げといった質素なものだったそうだ。昼間は街頭で布教活動をし、夜は国中会の講話を聞く。賢治はどっぷり宗教活動にのめり込んでいった。また、農林学校の同窓生で、親友であった保坂にも国中会への入会を勧める手紙を送ったりしたが、賢治の気持ちは伝わらず、二人の仲は決裂してしまう。行き過ぎた勧誘は困るわよね。お父さんも心配したんじゃないかしら。そうなんだ。父政次郎は賢治を心配して小切手を送ったりしたが、賢治は送り返していたというぜ。その後も何度か国中会との個室を諦めさせようとしたが、賢治の心は変わらなかった。そんな中、同年8月に妹の歳が再び病気になってしまい、賢治は花巻に帰ることになる。そして12月、賢治が25歳の時に冷え抜き軍立冷え抜き農学校の先生に就任する。この年、賢治は雑誌愛国婦人に、童話雪渡りを発表する。ここから言うと詩人、柏林の夜、どんぐりと山猫、注文の多い料理店など多くの童話を創作していくぜ。妹さんの体が心配ね、大事ではないといいけど。残念ながら、妹歳は1922年11月、賢治が26歳の時に結核で亡くなってしまう。賢治はこの時の歳が亡くなってしまった衝撃を、英傑の朝、松の針、無声同国に描いている。家族の中で一番仲が良かったものね。さぞ辛かったでしょうね。歳が亡くなってから半年間は、賢治は創作活動をしなかったというぜ。身近な人が亡くなったんだもの。時間が必要よ。そうだな。そして1924年4月、賢治は27歳の時、春と修羅を自費で出版する。自費出版とは、少し悲しいな。この春と修羅は花巻の印刷所に持ち込み、全部を出版したんだ。そのうち、500部を東京で配本してもらうよう、知人に頼んだが、その知人はそれらの本を安価で古本市場に下ろしてしまったんだぜ。なんということ。自費で出版したのに、そんなんじゃ赤字になってしまうじゃないの。そうなんだぜ。ただ、本は安値で売られていたが、中には賢治の本を評価していた人もいた。例えば、詩人の佐藤宗之助は若い詩人たちに、宮沢くんのようなオリジナリティを持つように、と例に挙げて取り上げていたし、同じく詩人である中原中也は、夜店で売られていた賢治の本を買い集め、知人に配っていたというぜ。同僚の人たちはきっと賢治の素晴らしさをわかっていたのでしょうね。そうだろうな。そして1924年12月、賢治が28歳の時にイーハトーブドーは、注文の多い料理店を刊行する。注文の多い料理店。私も小学生の頃に読んだわ。この本は有名だから、当時でも売れていたんじゃない？残念ながら、これも売れなかったんだぜ。注文の多い料理店は1000部作ったが全く売れず、賢治は父からお金を借りて自分で200部買い取ったんだ。そんな、自分の作品を自分で買い取るなんて切なすぎるわ。賢治は注文の多い料理店の挿絵を担当した菊池武雄を介して、雑誌や買い取りに自らが書いていた童話を掲載してもらうようにお願いした。しかし、雑誌や買い取りの主催である鈴木美恵吉は菊池に、あんな原稿はロシアにでも持っていくんだな、と一蹴されてしまい、あっさりと掲載を断られてしまったんだぜ。なんだか、宮沢賢治が生前そんな扱いだったのが信じられないわ。同感だぜ。ただ、
翌年の1925年1月号の赤い鳥に、注文の多い料理店の広告だけ掲載されたぜ。しかし、この広告でもほとんど反響はなかったんだ。そうだったの。なんだか広告だけ載るって皮肉ね。あと、イーハトーブ童話のイーハトーブって何なの？イーハトーブとは賢治による造語で、賢治が心の中に描いていた理想郷を指す言葉なんだ。これは賢治のふるさとである岩手をもじった言葉とも言われているが、賢治自身が具体的に説明を残しておらず、諸説あるんだぜ。そうだったのね。勉強になったわ。そして1926年3月、賢治は29歳で花巻農林学校を自主退職し、農業指導と文学活動に専念していく。賢治は農学校の卒業生や農業に携わる人に、稲作や肥料の計算などの農業技術を教えていった。また、自らも百姓となり農業を行い、農民の生活の向上に尽力していったぜ。今までの経験が活かされていていいわね。そうだな。賢治はラスチ人協会という地域の若い農民が通うサークルを作り、11月頃から定期的な集会を持つようになっていた。この他にもレコードを聴いたり、演奏会を開くなどして、農民生活の活性化を図ろうとしたぜ。学校での経験が活かせているわね。それに、みんなでレコードを聴いたりするなんて楽しそうだわ。ただ、賢治の思いは金持ちの道楽としてみなされ、あまり理解されなかった。これは賢治が当時では高価な農具を使っていたことや、農村の水路修理などの共同作業に参加せず、お金を支払って済ませるなどしていたためと言われているんだ。そうだったの。そのため、賢治はたびたび農民から畑の作物を取られるなどの嫌がらせを受けている。それでも賢治は笑って許していたというぜ。そうだったのね。でも確かに、今まで勉強だけしてきた人が、急に農業を始めたからって、すぐには周囲には理解してもらえないかもね。そうかもな。その後も農民に稲作指導や肥料の計算などの相談に乗ってきた賢治だったが、1928年12月、賢治が32歳の時には急性肺炎にかかってしまう。急性肺炎、大丈夫かしら？大したことないといいけど。そこからの2年間、賢治は実家にて療養生活を送ることになる。そして1929年4月、そんな療養中の賢治の元に東北採石工場主の鈴木東蔵が訪れる。その鈴木さんと賢治はどういう知り合いなの？鈴木東蔵が働いていた東北採石工場では、花巻から過去2年ほど石灰岩の注文を受けていたんだ。花巻ではこの石灰岩を粉砕して土壌の肥料に使っていたが、賢治が体調を崩して農民の相談に乗れなくなってからは、注文が途絶えていたんだ。鈴木は注文が途絶えた花巻に訪れ、人々から話を聞いている中で賢治の存在を知り、ぜひ賢治に会いたいと思い、賢治の実家を訪問したんだぜ。なるほどね。それにしても、石灰岩が肥料に使われていたのは不思議だわ。だよな。そこで鈴木は安価で作れる合成肥料の販売を計画していることを賢治に相談する。安い材料で土壌が良くなれば農民のためになると、賢治は鈴木の案に賛同し、二人は意気投合していき、交際が始まるんだぜ。鈴木さんにとって賢治のような人は貴重だったんでしょうね。そうだな。そして1930年2月、34歳の時に賢治は東北採石工場の技師となり、商品の宣伝と販売を受け持つことになる。技師となった賢治は製品の改造や広告文の作成、販売などで忙しく過ごしていくぜ。今まで培ってきた知識が活かせる仕事だから嬉しいわよね。でも、体の方はもう大丈夫なのかしら？体調は完全には回復していなかったが、体の具合を見ながら仕事をしていったんだ。その間も、作品の執筆は続けていたぜ。賢治は同年8月には風の又三郎の執筆を進めていくんだ。頑張っているわね。でも、あまり無理は良くないわ。しかし、1931年9月、賢治が35歳の時に無理がたたったのか、石灰の商品の宣伝のために上京した際、発熱し倒れてしまう。この時、賢治は死を覚悟して遺書を書いたというぜ。そんなに深刻だったの？心配した父政次郎はすぐに賢治を花巻に呼び戻した。そこからまた賢治は実家で床に伏せる日々が続くぜ。賢治は体調が優れない中、1931年11月に手帳に、死、雨にも負けずを書く。その死、知ってるわ。有名よね。そうだな。これも賢治の代表作の一つだから、知ってる人は多いだろうな。その後も賢治はできる限り、農民からの相談に応じていくんだ。本当に農家の人の生活を思っていたのね。熱意が伝わってくるわ。しかし、その後も体調は回復せず、1933年9月21日、再び急性肺炎となり、実家で亡くなってしまう。享年37歳だった。
父政次郎は亡くなる直前の賢治に、何か言い残すことはないかと尋ねた。すると賢治は、法華経を全部印刷して知人に配布してください、と言ったそうだ。そうだったの。本当に法華経を心から信じていたのね。ちなみに、賢治が亡くなる前日にも賢治の元には農民が肥料の相談に来ていたというぜ。本当に最後の最後まで、地元の人たちのために奮闘してきた人なのね。そうだな。一月になっていたけど、賢治は生前、結婚はしなかったの？賢治は生涯独身だった。少し紹介したように、賢治が恋をしたり、思いを寄せられたりしたこともあったようだが、一度も結婚することはなかった。そうだったのね。それにしても今ではこんなに有名な作家なのに、賢治が生きている間には全く世間に知られていなかったのはびっくりしたわ。本当にな。賢治の作品は生前、一般にはほとんど評価されなかったものの、詩人の間では高い評価を受けていたんだ。草野心平という詩人もその中の一人で、賢治の童話を世に広めようと日本で初めて宮沢賢治全集を制作したんだぜ。天国の賢治が知ったら、きっと喜ぶわね。そうだな。この全集は見事に話題となり、多くの人が宮沢賢治を知るきっかけとなった。私たちもこの草野心平さんに感謝しないとね。そうだな。そして、賢治の死58年後、1981年に宮沢家は日蓮宗に改宗。その後、賢治の墓所は花巻市にある日蓮宗のお寺に移され、東京の国中会にも賢治の遺骨の一部が納められたぜ。そして、賢治が亡くなってから49年後の1982年には、花巻市立宮沢賢治記念館が開館したんだ。すごいわ。記念館は家族もとても喜んだでしょうね。少しだけ紹介したように、賢治が残した作品は現在小学校や中学校の国語の教科書にも掲載されている。特に山梨や注文の多い料理店などは、多くの人が一度は読んだことがあると思うぜ。生前に全く売れなかった作品が教材に使われる日が来るとは、賢治も思っていなかっただろうな。そうね。今では全国で読まれているもんね。それに大人になって、賢治の作品を読んだらまた違う見方ができるかもしれないわ。賢治の作品には人生や仕事において迷ったり、悩んだりした時に支えになってくれるような言葉がたくさんあるんだ。哲学的とも言えるそれらの言葉に、多くの人が魅力を感じ、今でも幅広い年代の人に読まれ、愛されているんだぜ。人の悩みは何年経っても変わらないものね。心優しい賢治の言葉が現代人の胸に響くのはわかるわ。今回は宮沢賢治の生涯を解説したぜ。私はてっきり生前から有名人だと思っていたから、賢治の生涯を知って正直驚いたわ。そうだよな。生前では無名に近かったが、今では日本人なら誰でも知っている作家となった。賢治は日本文学に得意な世界を切り開いた作家として評価されているんだ。それらは賢治が持ち合わせた鋭い感性、豊かな表現力があったからなんだぜ。イーハトーブという理想郷をイメージした言葉もなんだか不思議な響きよね。賢治の作品が少し難しいとされるのは、賢治が考える空想世界が凡人では思いつかないような独特な表現を使って書かれているからなんだ。大人になって読み返してみるとまた違った見方ができるかもしれないわね。そうだな。私もまた読み返してみようかな。賢治は生き物のことを思って菜食主義者になったり、農家の人たちのために体調が悪くなってからも相談に乗ったりして、とても心優しい人だったわね。そうだな。また、自分の信じたこと、興味があることに対してはとことん熱中して貫くタイプの人だった。私も賢治を見習って、一日一日を大切に生きていきたいと思うぜ。そうね。以上で、ゆっくり解説宮沢賢治の激動すぎる生涯を終了する。もし少しでも良かったと思ったら、最後に高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。